ハーパーズ・ウィークリーが見に掲載されたデブリーの風刺が、ウィリアム・スティーブン・ビッグ・ビル・デブリーはアメリカ合衆国の警察官、ニューヨーク市警察本部長を務めた。なお、職名が監督官から本部長に変更されたのはデブリーの在職中であるため、彼は最後の監督官にして最初の本部長である。また、後にフランク・ J ファレルと共に野球チーム、 ニューヨークハイランダーズの共同オーナーを務めた。1854年、ニューヨーク市のイーストサイドマンハッタンにて生を受ける。カトリック系アイルランド移民である父、パトリック・デブリーと母メアリージ・ジオハーゲンが設けた5人の子供の、長子であった。少年期には医宿であった父の仕事を手伝い、成人後はバワリーにてバーテンダーなどを務めたほか、クラブファイターとしてもなお知られていた。 1876年、自分と同じアイルランド系2世だったアンマリア、アニー・バーンズと結婚。その後、婚姻関係は43年間続いた。子供は8人あったが、成人することができたのは娘2人のみだった。1878年、24歳でパトロール巡査として、ニューヨーク市警察に採用される。この際、タマニー財団に200ドルの寄付を行ったと、 伝えられており、以後は、警察官としてのキャリアを通じて、たまにイホールとの関係を深めていくことになる。1881年9月16日には、巡査長。1884年5月28日には、巡査部長へと昇進した。1891年12月30日、勤続13年を経て警部へと昇進。その後、犯罪多発地区として、 悪名高いテンダーロインを管区に収めるエルブリー地通り文書の所長に就任した。当時、デブリーは部下に対して、この管区では汚職が横行していると聞いた。諸君がこれらの汚職に対して最も厳しい態度で対処することを期待する。今こそ止める時だ。もし汚職事案があるならば、私は対処する。任せてほしいと語っていた。しかし、 1897年2月5日、デブリー自身が贈収賄及び強要の容疑者として逮捕、起訴され、有罪判決後には免職されている。デブリーはニューヨーク控訴裁判所に対して控訴を行い、その後に処分は取り消され、警察官として職務に復帰した。1898年1月7日には、停止、同年2月14日には、本部長補に昇進している。 そして同年6月30日、本部長に任命された。デブリーの汚職疑惑自体は広く知られていたものの、一方で、彼の控えめで、気さくな性格は、多くの警察官や職員に尊敬され、また市民から愛されていた。その中には、疑惑の追求者や批判者も含まれ、例えば著名なジャーナリストのリンカーン・ステフェンスは、デブリーについて、恥そのもの。 彼が警察本部長を務めることは、巨人が水族館長を務める以上に不適切だと表しつつ、しかし個人として見れば、彼は芸術品のようで傑作だと続けている。1899年、セオドアル・ウズベルト及び共和党衆議会は、ロバート・マゼットを長とする委員会を設置し、リチャード・クロッカー率いるタマニーホールの汚職調査を開始した。 1901年、死刑察組織の改革が行われ、死刑の長たる職位として、警察委員長が新設された。初代委員長マイケル・シー・マーフィは、デブリーを委員長補に任命した。直後にハンタマニー派の裁判官、ウィリアム・トラバース・ジェロームが、デブリーの汚職疑惑に関して、起訴を行ったものの、間もなく無罪判決を勝ち取っている。しかし、 その後も、ロバート・アンダーソン・バンウィック市長の失脚などが重なり、デブリーをはじめとする、タマニー派への風当たりは一層と強くなっていった。1902年1月1日、ハンタマニー派だったセスローの市長就任に伴い、デブリーはマーフィと共に退任した。その後、デブリーは、フランク・ J ・ファレルと共に、バルチモアを拠点とするア、アリーグの野球チームを買収し、 拠点をニューヨークへ移すとともに、ハイランダーズとチーム名を改めた。ただし、1904年にはリーグ2位につけたものの、ファレルイコールデブリー時代のハイランダーズは取り立てて、目覚ましい記録を残すことはなかった。1915年、デブリーとファレルは、ジェイコブルパートとティリンガースとローメデュー・ヒューストンに対し、ハイランダーズを30万ドルで売却した。 1919年6月20日16時15分、ファーロッカウェイにて一血を起こして死去した。ありがとうございます。